いどうも、マシコ、マシコです。赤星マシマシ TV。 今回も東京のどっかにあるでけえ病院からお送りします。10月21日昼、流動食が終わり、おかゆとお魚の味噌煮込み、みかんの缶詰が出ました。代わりに塩は消滅。10月21日夜、おかゆ、甘めの芋、チキンのトマト煮、ソフトアガロリーが出ました。ソフトアガロリー。同日夜、点滴も必要なくなったとのことで左腕、解放。そしてその翌日、予想外の昼ご飯が登場することになります。着弾。昼ご飯、野菜、ニンニク抜き、油抜き、薄め。箸になりました。何が入っているんですかね。きつねうどんでした。最近好物の茶豆も来た、野菜も来た。全がゆ 330g と書いてあるんですが、配膳にありません。ニンニク入れ忘れみたいなことか。いただきます。甘酢野菜。小指の先くらいのエビが入ってる。バランスの取れた鮭野菜で、特に大根のシャキ度が楽しい。別皿野菜だけをそのまま食べるのはレアなので、よく噛んでいただきます。茶豆。ぶっ運ばれる前日、最後の晩餐として食べていたのがこちらの豆です。スイートレベルが高く、デザート代わりの和風甘味という意識でもいけるっす。めんつゆ。ご年配の方でも安心して飲める温かさ。しょっぱレベル 1.5。 優しさに包まれた非乳化系で極限的マイルドさ。うどん。麺量がゆで後 200g なので、ゆで前 90g ぐらいかな。具沢山。ぶっかけにしちゃうようです。病院飯で天地返しを決めている貴重なシーンです。ご年配の方への配慮で九州うどんのようなくたうどんかと思いきや、うどんの解説中突然すみません。2代目マシコマシコです。初代マシコマシコはフリー音声読み上げソフトで一定数変換したらそれ以上声をダウンロードできないというトラブルに見舞われ、うどんの硬さ以降の声が出なくなってしまい、益子町へ帰りました。ごめんなさい。はい、というわけで九州うどんのようではなく、コシのある弾力うどんでした。群馬県南部や埼玉県北部で食べられるやや平打ちな形状が特徴的でした。お揚げ。かなり強めに甘い返しが効いており、コシのあるうどんと相性良し。欲を言えばほんのり塩味が効いたおこわなどとセットで食べたらギガうまでしたわよね。まあまだおかゆしか出てこないんですけども。蓮蒼。蓮蒼は青み強めで素材の良さ生かしまくりのタイプ。椎茸。椎茸とかいつも好んで食べないけど、極限状態だと何でもうまく感じますね。かまぼこ。この人、ナルト以外の練り物もあまり食べません。そういった変色を繰り返していたので、ぶっ倒れたわけですね。しっかり官民完食。